オリンピックが開催される2020年東京は大きく進化します現在の国立競技場はご覧のような8万人を収容できる日本最大のオリンピックスタジアムへと生まれ変わりますまた湾岸エリアには選手村や多くの競技会場が新設されますその選手村と都心を結ぶ環状2号線が整備されて品川駅の近くには山手線の新駅が作られる見込みですさらに引いてみますと 中央環状線、外環道、さらには県豪道と3つの環状線がほぼつながる予定なんですオリンピックの開催はこのほかにも巨大なインフラ事業を加速させる可能性があります日本経済に与えるさまざまな経済効果を検証しました銀座にもほど近いこのあたり各競技会場からも8キロ圏内という距離ですこちらにおよそ1000億円を投入して 選手村が建設される計画ですオリンピックの経済効果はおよそ3兆円とされているがこの数字に現れない効果が注目されている老朽化した首都高速道路の再構築をはじめ羽田空港と成田空港を1時間以内で結ぶ新鉄道がオリンピックに合わせて前倒しで開通すると専門家は指摘する 2020年のです、ね、外国人のお客様や、あるいは日本全国からです、ね、旅行者の方がお集まりになれるところにです、ね、合わせてやろうというのは、ビジネス上は当たり前のです、ね、感覚だと思いますさらに、外国人観光客を呼び込むため、2020年までに国内初のカジノが建設され、リニア中央新幹線が甲府まで部分的に運行する可能性もある。しかしか オリンピック開催の最大のメリットは、国民の気持ちが前向きになることだ。1年間にスポーツをした人の割合を示す行動者率は、バブル崩壊以降、年々減少している。ししかし オリンピックががが近づくととススポポーーツツ高ままり新たにスポーツを始めるる人が増えみられています2016年からオリンピックの正式種目になるゴルフのほかメダルが期待される種目を中心に競技人口が増えそうだ。 オリンピックで世界から注目される日本海外からの観光客が増加することで国際化が加速しこんな変化もしっかり英語喋って道端で聞かれてもあんなできるようにしたいです外国人が来るのでそういう架け橋になりたいです外国語が苦手とされる日本人だが英語などの語学の習得を目指す若者が増えるとみられている 英語を一生懸命勉強してです、ね、オリンピックの時に何か参加するんだ、内向きだったマインドはです、ね、相当オープンマインドに変わってくるんじゃないかと思います15年続いたデフレ、起爆剤として払拭をしていきたい。